300万円で会社を買ったサラリーマンの松尾。ここがお前が経営するサウナ付き銭湯か。それにしても会社を辞めて東京から奪山県に移住、その上起業するなんて怖くなかったのか。起業じゃないよ。え、俺がやったのは買収、つまりこの銭湯を買ったのさ。え、しかも300万円で買った？車かよ。改装費は別だけどね。でもすでにお客さんがいる黒字の銭湯が数百万円なんだからお買い得だよな。おまけに黒字？だったら売らずに続ければいいの。そうしたくてもできないのさ。日本を支える中小企業の半分以上が後継者不在と言われている。このまま何もしなければおびただしい数の会社が泣く泣く廃業することになるだろう。そうした企業の火を絶やさずお得に黒字企業の社長になれる。超ウィンウィンだろ。じゃあな、お前も会社買っちゃえ。俺にはまだ無理だよ。順調そうに見えていろいろ苦労もあるだろうし。でも買収か。そういう選択肢があると知れただけでもなんだかワクワクしてきたよ。